昨日は寝れた。寝れたってか、寝た。眠い。寝ても眠い。ちょっとだけだよ。15分経ったら終わる。早く。終わる。次もレッスンが今日この後あるので。明日は初の卒業公演です。明日ってやばいね。しずく公演も久しぶりだから。ヒカルの卒業公演っていつだったっけ。4月10日。3ヶ月ぶり。そりゃそうだ。今日ちょっと練習したけど、すごい久しぶりすぎてあんまり覚えてなかったから練習しなきゃ。この後今日の夜。ああ。このドアにはショールーム配信してますっていう紙貼ってるんで、多分誰も入ってこないです。ミルキだ。サブウェイ食べてた、さっき。2日連続。昨日も食べた。今日はね、チカッパ祭のリハやってました。番が近づいてるなって感じしますね。映ってないけどミスターがいます。こんばんは。いつの間に卒業発表してるの。結構前だね。それはだいぶ前ですけど。みゆちゃんだけいなかったけど、今日はなんか8メンバーにめっちゃ会った。たまたまリハーサル。昨日よく寝た。昨日じゃ寝てました。今日朝早かった。私朝早いとね、ベッドで寝ちゃうと起きれないから床で寝るんですよ。トミちゃん、花束ありがとうございます。お姉さん、かわいさん、花ちゃんでいました。赤先生もありがとうございます。スレちゃんあったよ、会った瞬間ね。そうですね。本当に会ったつもりだったから勝手に。本当に朝早いと起きれないんですよ。そしてわ、ヤンキーがいる。そうね。バリヤンキーや。チラ写ししとくわ。お隣にミスターって書いてある。じゃあせっかくだから写るわ。せっかく二人でやってるんだし。ほぼここやけどな。え？な、ちょっと待って。よいしょ。今日はがお昼ご飯食べないのにわざわざついてきて買ってきてくれました。ここ通さないと無理だわ。え？じゃこっち行ったら逆に。何でしかね。あ、すごい。隣誰？
なんか肩映ってるけど、え、誰隣、え、吉田でした。いや、ふざけた。あ、待って待って待って、やばいやばいやばい。どうして病室みたいになる、病室みたいになってるやん。かわいい爪。Thank you。こちらにも見せて。で、ちょっと。あ、いいよいいよ。これが揺れるもんでね。足が長くてね。申し訳ない。多分気のせいだと思うよ。足長いからぶつけちゃうんだよね。多分気のせいかな。弱さ配信。弱さ配信じゃん。あれ隣誰かいる？誰誰？じゃ映んないで。吉田でした。めちゃめちゃ吉田。だいたい吉田が歌だって。いや誰かいる？と思ったらだいたい吉田が歌だってそんな。これからレッスン。これまでもレッスンだった。ずっとレッスン。ずっとレッスン。リハレッスン。リハレッスン。待ってますみたいな。え、なんかさ、ちょっと冷房寒め。嘘。違う違う。ちょっとさっき19度にしたけさ。ガチで反応してんの。ガチ。19度にしたから、あ、寒かったか。すごい面白い。うん。それはもうダンスレッスンの時の温度じゃん。すごい部屋がさ丸見えすぎ。急でしょ。めっちゃ狭い。一人用の一人用です。別前にね、低いんですよ。あおろ、体調気をつけてね。また熱が出てしまった。ブーメラン。体調に気をつけてね。オクラ食べてんの美味しそう。オクラって美味しいよね。わかる。しオクラが一番。嘘つけ。え？トンちゃんさん、ハートありがとうございます。なんかね、アイス食べたい気分。アイス食べよっかな。今日リハ前に買って。かき氷食べたい。かき氷食べに行こうね。いつか。いつかね。捨て替えになれさっきアイスオートしてたやん、ね、すごい見て、ほっぺたぷにぷにだよ。みんないいでしょ。ほらオタクに煽る。いいっしょ。吉田カレオタク。いいでしょ。いいっしょ。いいっしょ。
毎日やってる一緒無線で無線で毎日やってるごめん家族にもあったことない、やばい、ごめん、煽り止まったごめん、煽りどうする、うちにバーベキューしてごめんマジでごめん煽りスキル高め煽りスキルは高いです自他ともに認める毎日はいいや、おい、おい、おい、はいみたいな、おい、おい、おいおいやめろ。じゃあさ、ハートありがとうございます。我はプニプニしたいさ、思ってないな。あっても無理です。なあ、間違いない。絶対できません。絶対できませんと思うな。スタッフ卒業後ですね。そうっすよ。明日の公演来てくださる方いますか？そうね、いるね。ありがとう。髪型は悩むな。ハッツに決めてもらおうか。うん、街だったらプニプニしていいですか？絶対ダメです。絶対ダメです。あの捕まるけど大丈夫。それ逆に大丈夫って多分捕まっちゃうけど、うん、捕まるし私から睨まれるけど大丈夫捕まるやばい大丈夫かな、うん、最初にあらありがとうございます、やばい明日練習しないといけないから、頑張るよ。これは私の妹がくれました、夢見る3人に色違いですいません、毎日つけてる推しの妹からもらいましたすいません、申し訳ない、プリキュアみたいだね。ミスターの青のやつはね、うん、すごいなんか普通におしゃれなね、可愛いよねあれ、うん、なるほど、捕まる覚悟はあればいいんだやっぱ危ない危ない、危ないよそれ、大丈夫、結構危険な、うん、ミスターの目の前に座ってた、用意してメガネかけてた方だ、ありがとうございます、うん、ね、週末博多でもつ鍋、いやもつ鍋食べれるといいな、結構みんな福岡食べ物とか楽しみにしてくれてるからメンバー、なんか食べれたらいいなと思います。今日レミちゃんが会った瞬間寂しいですって言って可愛かったの抱きしめちゃった、可愛すぎた、あすごい、ちょっとあっちゃうの、私ほっぺプリプリ選手権なら結構上位狙えると思う死ぬよく褒めるあんまりすごい褒められるのですよ、ほっぺを今の自分の顔がひどすぎて笑っちゃった、煽り配信怖いよ怖いよって小文字使うな怖いよあ、そう、箸巻きね、美味しいんですよ、ぜひ九州のお祭り行く機会があったら、九州しか売ってないあれ、どうなんだろう、東京にはでもね売ってないらしい、ね、東京だってさ、もう最先端の名前ばっかり売ってる、10円パンとかね、10円パン、10円パン、祭りなんや、もうお祭り、そうよ、しかもお祭りでさ、最新のもの売られるとさ、うん、え、うん、なる一瞬、まあでもそうだね、最新のものもあってもいいと思うけど、まあ、欲しくはなるけどおうって惹かれはするけど、うん、なんか昔ながらの消えないでほしい、うん、結局そういうの買っちゃうんだよね、焼きそばとかリンガーメとか、あのさ、たまにおる焼きそばめっちゃ持ってくれるおじちゃんとかさ、あーサービスしとけ、サービスしとけ、ね、持って持ってみたいな、わかる、あのね、あれですよ、毎年、佐賀バルーンフェスタにいるんで、うん、気になってます。
しみた。そうそうそう、また走るんだよ。めちゃめちゃ焼きそば持ってくれるおっちゃんがいいな、焼きそば食べたい。お祭りでキッチンカーとかもあるよ。見たことない。レモネードとか買っちゃうな。あー、わかる。飲み物欲しいみたいな。絶対食べるもの、リンゴ飴、いや、いちご飴。悩んでいちごにしちゃう。うん、え、すごい。佐賀夢タウンともラージさんが行ってくるだって。あ、行ってきな。あそこ何でも揃うけんね。うちらの庭、ベビーカステラ。いや、そう、うちらの庭、マジで。あ、ベビカスね、なるちゃんの謎の略し方。ベビカス、ね、ベビカステラはマジで美味しい。美味しい。なんかここ最近気づいた美味しさに。今年初めてバルーンフェスタ行く。いいじゃないですか。いつバルーンフェスタ。毎年10月の終わりから11月の頭。確かに少し肌寒くなってきた。大体そのぐらい。ハロウィンが終わったよ、あとぐらい。いつもけど、いつもその時期風が強くてね、上がんないよみたいなことで、上がんなかった時は夜間渓流とかギリやってくれたりする。まあでも屋台食べれるだけ楽しいよ。屋台がね、マジでブワーって並んでるの、河川敷に。最高でしょ。なんかさ、前ミスサート行った時に食べた肉巻きおにぎりめっちゃ美味しかったの覚えてる。そう、それだけ覚えてるんだよ。美味しかった。ぜひね、いっぱい並んでる、本当に。めっちゃいろいろ。すごい広い。歩ききれないくらい。博多通りも逆にね、買わないんですよね、博多通りも。確かに。自分の、地元の、ってね、買わない。皆さんはぜひ来るかとかね、買ってください。通りもん、通りもん、通りもんはたまに人からもらったりはするで。うんうん、そうそう、ばあちゃん家にある。絶対あるもん、なんこんくらいの入れ物にさ。そうそう、あのさ、あの、なんやろ、なんか木製の全く一緒、多分木製のなんかさ、あんだよみたいなやつに、カゴみたいなやつに、なんかそれ直に入れてる場合もあるし、あのちょっと何の布なんっていう布がかかった上に。そうそうそう、ばあちゃん家にあるんですよ、だいたい。うん、これなんとかさんからもらったけど。そうそう、いらっしゃい。人からもらったやつじゃん、絶対。ばあちゃん食べれんけんって言う、絶対。食べきれんけんって言う、絶対ね。そんなことないはずなのに。20分になったら終わろうかな、配信。箸巻きはお好み焼き、ほぼ箸に巻いてる。食べやすいだから。お好み焼き、そう、なんか焼きそばを、焼きそば入ってるよね、あれ中に。でもいろんな種類ある。いつもスタンダードなやつしか食べないからか。そう、さあ、うまって思ったやつがさ、うん、なんかだいたい薄いお好み焼きみたいな感じ、うんうんうん、あの真ん中に、この巻いてる真ん中に焼きそばが詰まってて、やばっ、やばかった、マジで。あれ食べたい、絶対次それ食べる。あ、そう、浴衣をさ、で今度お話変わるじゃん、うん、浴衣着るよ。着る、うん、29。やっぱ着ようかな、やっぱ最後だしね。で、その次の日はちょっとおしゃれなドレス風。え、ちょっと待って、一緒。全く一緒に。でも、なんか前使ったやつじゃなくて、なんか違うの着たいけど。ドレスまでいかないけど、なんだろう、ちょっと綺麗めな、うん、いつもは着ないよ、人の結婚式みたいな。そうそうそう、それくらいのワンピースみたいな。そのくらいの清掃的なやりたいな。
かな。ミスタートルンバに着せてもらう。うん。前自分で着てたよね。うん。すごっ。着物を趣味にしたくて。わかる。なんか誰かも言ってたそれ。さやり。いいね。いやもう。でも夏は暑くてさ。ね。なんかもう着物ばっかり着てきたからさ去年。うん、そうね。鉄でも、あと別の舞台でも着物着たからさ。確かに確かに。舞台でめっちゃ着てる。いいなと思って。いいよね。着物ってのきついんだよねあれ。すごい着物に馴染みが前よりだから好きになった。よかった。確かにね。よかった。ドレスなんかあれしなきゃな。お話し会もう買えないの申し訳ない。それも分かってたんだけど、もう発表が昨日しかできない。袴着たことない。久しろ。ノーズシャドウ描いてるみたい。鼻が。Thank you。どうかしまして。最近、はい、疲れた。今日も疲れた。 You are now 春か No カレン春か。次もあると必ずしも次があるとは限らないもんだよね。そうだよ。本当だよ。そう思ってそうね。本当だよ。何事もそうよね。そうよ。明日私が死ぬかもしれないし。お前で。お前で。本当だよ。会える時に会う時な。今日もね、遅くまでレッスンなんですよ。まあ、お互いそうよね。間違いないわ、ね、会える時に会っとけ。コメントね、今日は。さっき稲木ちゃんが向かってました、劇場に。いないいないかみたいな。眠くない？いつになったらさ、ゆっくり寝れるかな。やっぱコンサート終わってからそれまでは、しばらく。で、床と寝らないか。体はそれ終わるわ、うん、けどさ、ベッド寝たらさ、うん、無駄に気持ちいいベッドを買っちゃったからさ、逆に寝ちゃうんだよね。寝ちゃうね。本当に寝ちゃうんだよ。カレンちゃんがまだ二十歳って知って衝撃しました、うん、実はうちらナルフォーで日向の次に若いんですよ。そう、私下から2番目が実はね、そうなの。ちょっと待って、倒れちゃう。すごいね。ハッツが北海道に行きたいって言ってたから行こう今やな。睡眠は贅沢したい。そうでしょ、うん、せいでと思って
いいベッドといい枕買ったのに、それがあだとなり寝ちゃう。でもなんかやっぱりチームメイトのコンサートを毎年やっててそれで期待上げられたから、うん、なんか、うん、本当はいけるっしょ、いけるっしょ精神うん、本当にそう。常に匂わせ配信みたいな大丈夫っすか言い方よくならないか誰かいる配信そうそう毎年ねチームメイト忙しかったから夏はよくやっててようんヘイトの日のコンサート鍛えられたねそうどうぞプラスイベントもみんなで出て、ブーってアイス食べたアイス食べた今食べたいのはなんかさっぱり系アイスシャーベットみたいな、うん、ミッサーは同じく同じく、うんだよね。じゃあ、うん、じゃあ終わる。あ確かに、もういい時間。あ、アイス食べたいから終わる。アイス食べたいから。じゃあこっからは最後に。はいありがとうございます。アイス。あアイス飲みいいね。サクレ。アイスのみ昨日のユカルンさんが可愛すぎて可愛すぎてそれなミューポンミューカルン、うん、バリカワだったしかもさ翼はいらないで歌割りが一緒なんだけどさ、うん、あの2人ずつ椅子に座って歌う時あるやんかで一緒なのねで歌い終わってもうワンフレーズそこに座って移動なんだけど、うん、その時にハッピネースって言ってたら、うん、めっちゃレスくれたやばいやばとか指差しとかしてもらってやば死んじゃんねえずるいんだけどごめんけどもらったの私だからえひどいもう言い返すことやばいそれしか言えないバサキアイスだから無限遠藤えめっちゃいいじゃんバサキアイスやばやば昨日卒業発表した後にね楽屋の方に裏に帰ってたらねゆかるんさんが泣いちゃったって言ってくれて泣いてくれるのゆかるんさんと思ってそうびっくりしてそんなに話したことないのになだって公演一緒に出たのも昨日で2回目とかだったから舞台に行ってるもんそうそう全然さ活動も一緒にすることなくて確かにだけど泣いちゃったって言ってくれて優しすぎと思って当の私はニヤニヤしてただからね、うん、とコンサートもあるし最後にもっと距離を縮めれたらなって思いましたねうんじゃあ終わろうかな時間もいい感じなのでランキング13位ムーチンさん12位クルイシングさん11位ゆきおさん10位さかじいさん9位ひなちゃん8位北海道に暑い夏が来るなぎなぎ中さん7位とりあえずさん6位まぼろしさん5位おまんめさん4位シルバーゴールドさん3位かんせいとしさん2位たーとしさんあ1位あのねさんミッサーだよーじゃあありがとう急だったのにハートありがとうありがとうございましたあまたねエス頑張りますありがとうバイバイ。